皆さんこんにちは。仕事が遊びで、遊びが仕事、桃助です。別の動画でも紹介してるんですが、今回トヨタのハイラックス、現行モデルのディーゼル車を借りているので、この車でアマチュア無線をやる時のノイズ環境がどうなのかっていうのをチェックしてみたいと思います。というのも、僕のランクル80、説明欄の方にリンク貼っておきますけど、以前にねチェックした時、もうエンジンかけても HF 運用する時に全然ノイズないんですよ。やっぱり古いディーゼル車っていうのはノイズレスで、アマチュア無線やるにはすごくいいんですよね。で、今回この現行の、今トヨタが作ってるディーゼル車はどうなのかっていうのをチェックしてみたいと思います。はい、で今回、IC705 を持ってきました。で、シガーソケットから電源を取っています。で、マグネット機台を使って、HF のアンテナ、あとでね、使ってる HF のアンテナ紹介しようと思うんですが、この状態でちょっと今、エンジンを切りました。で、切って今イグニションだけオンにして電源を入れてみます。これ通常の状態ですね。今車のエンジンかかってないんで静かな状態になっています。じゃあこれでエンジンかけてどうなのか。ブチブチ系のノイズがありますね。今ですね、ちょっとアクセルを踏み込んでエンジンを吹かしてみてるんですが、エンジンを吹かすのに合わせて全体的にこのスコープで見えてるノイズの量が大きくなりますね。踏み込みますよ。明らかにアクセルに連動してノイズが出てます。モードを、まあ斜めがでは通常使わないですが、エームにしてみるともう明らかに、これノイズがすごいですね。まあ SSB だと、まあ今これかなり弱めにね入管してますけど、まあ相手局の声は聞けますね。昨日ですね、夜、運転しながら斜めが SSB で喋ってみたんですけど、まあ実用にはなるかなっていうね、実用にならないほどのノイズではないんですけど、まあやっぱノイズは出てるかなといったところです。で、ちなみにこの辺のノイズブランカーとか動作させてみましょうか。あんまり変わらないかな。あ、ノイズリダクションちょっと効果的ですね。あ、ちょっといい感じ。ノイズリダクションをオンにしたら、まあこれは IC705 の性能がうんぬんっていう話になっちゃうんですけど、まあ705のこのノイズリダクションは聞き悪くなさそうですね。これならモービル機としても使えそう。はい、そんな感じで、じゃあ続いてですね、28メガ見てみたいと思います。ちょっとアンテナ交換してきます。はい。で、今、アンテナを28メガに交換してきました。どうでしょうね。今、これ、28メガすごいな。USB モードですけど、もう明らかにこのスコープ見てても、こう白くバチバチバチって出てるのが結構すごいですね。もうアクセル踏み込むと
これね、あのアクセルがオフになって、エンジンの回転数が下がってってる状態、その時はノイズ消えてるんですよ。だけどアイドリングしてたり踏み込んでってる段階の時はもう明らかにねノイズが出てますね。 AM モードだと、あーもっとすごい。ちょっとこれは28メガ AM を運用しようと思った時にきついですね。このノイズを聞きながらちょっと運転して運用するのはちょっと厳しいかなっていう印象ですね。まあこれもノイズリダクションである程度は抑えられますけど、ノイズブランカーはあんま意味ないですね。なるほどね、こういう感じですね。今こうアイドル状態で走ってるとやっぱノイズ出てる。でアクセルを踏み込むとやっぱすごいっすね。でアクセルをオフにして惰性で走ってエンジン回転数が下がってきてる状態、この時だけノイズがなくなります。ちょっとディーゼル車だからいいのかなって思ってたんですが、思った以上にノイズがありそうです。はい、停車しました。はい、あとですね、まあ気になるの50メガとかですかね。ちょっとアンテナが今日28メガのアンテナしかないんですが、50メガも出てますね。今これアンテナが合ってないんで、抑えられてはいるんですけど、やっぱ同じブチブチ系のノイズは出てるなっていう印象ですね。ただまあでもちょっとマシかな。上の方見てみましょうか。144メガで例えば SSB モード、このぐらいになるといいですね。まあアンテナが合ってないっていうのもあるのかもしれないんですが、 VHF はノイズを踏み込んで今吹かしてみてもなんかこうノイズが聞こえるってことないんで、 VHF は良さそうですね。でちなみに今日ですね、沖縄に来て撮影をしてるんですが、アンテナはこの第一電波さんの HFFX シリーズを使ってます。で、これですね、こういう商品構成で、根元にコイルがあって、エレメントがついてる、ベースローディングタイプのアンテナなんですが、ここでね、ここを回すと緩んで、このエレメントの長さ調整ができるということで、現地でですね、工具いらずで、同調の調整ができるので、非常に便利です。まあセンターローディングタイプの、もっと長い HF のアンテナより飛びはね当然劣るんですけども、非常に便利なアンテナで、しかもですねこれこのエレメント部分って各アンテナ、このシリーズの各アンテナ共通っぽくって、共通のはず、確認取ってないですけど僕共通だと思って使ってるんですけど、このトップエレメントだけ僕1本トランクの中に入れて、あとこのコイル部分だけねこうやって他に持ってきてこうやって付け替えて使うということをしてます。移動運用でねこうやって沖縄とか来るときこの HF40FX とか HF10FX ですかね、このシリーズ非常に便利です。はい、ということで今日はですねトヨタハイラックス、現行モデルのディーゼル車はアマチュア無線の HF 帯運用する環境としてどうなのかっていうのをテストしてみました。正直ねこれ予想はしてたんですけど、やっぱ厳しいですね。僕の持ってるランクル80みたいな古いディーゼル車と違って、ノイズありますね。なんでディーゼルがノイズが少ないかというと、イグニションコイルがないからですね。普通のガソリン車は、エンジンの点火のためにイグニションコイルがついていて、そこからバチバチバチっと電気が出ている関係で、
ブチ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 っていうノイズがね入りやすいんですが、僕のランクル80をはじめとしてディーゼル車っていうのはその点火がないので圧縮だけで着火をしているので、まあ、ノイズが少ないわけなんですよ。でじゃあなんで、現行のハイラックスノイズが多いのかっていうと、おそらくですね燃料の制御の違いだと思います。まあ、燃料を燃焼室に吹き込むときにランクル80みたいな古いディーゼル車は機械制御で、燃料を吹いています。それに対して現在のディーゼル車というのはですね、最適な噴射量をもうコントロールするため、まあ、これ環境性能とかを重視すると必ずそうなってくるんですが、電気制御で、燃料噴射をコントロールしている関係だと思うんですね。僕も詳しくは分かんないですけど、おそらくそれが理由だと思います。その関係でアクセルを踏み込んだ時とかアイドリング状態の時に、ノイズが入るみたいなんですね。正直ねガソリン車と差して変わらないだけのノイズが入ってるといった印象です。まあ、ただ最近のトランシーバーはね、今日使った IC705 みたいに、DSP のノイズ、フィルターですね、ノイズリダクションみたいな機能っていうのが必ず搭載されてますので、まあ、その辺をうまく活用すればね、更新はできる範囲かなとは思うんですが、残念ながらですね、僕が望んだような古いディーゼル車みたいなノイズレスの環境ではなかったということだけは、お伝えしておきたいと思います。ということで、最新式のトヨタハイラックス、最新式のディーゼル車のノイズ環境、アマチュア無線やる環境はどうなのかというテストでした。この動画が良かったという方はぜひ高評価をしていただけると、モモスケの動画作りのモチベーションアップにつながります。また皆さんのツイッター、フェイスブックでもシェアしてください。以上、モモスケでした。バイバイ。ありがとうございました。